アバンティーズの釣り目とリクオとエイジとソラジーです。はい、ということで皆さん、最近ですね、僕心理テストにハマってるんですよ。ネットで自分でやって楽しんでるんですけども、はい、今日はですね、その僕が面白いと思った心理テストをちょっと皆さんに受けてもらおうかなと、はい、もしかしたら機嫌をね、損ねてしまうかもしれないので、自分のケアはできんの、ちゃんと温めてね、だからハグするよ、ちょっと。じゃあそれではやっていきましょう。問題はね、3つあります。まず1つ目、あなたは桃太郎です。犬、猿、キジの他にもう1匹何か動物を連れていけることになりました。何を連れていく？あー、そういう感じね。何の動物でもいい。何の動物でもいい。じゃあストラチーから。鬼と戦うわけじゃん。犬、猿、キジじゃちょっと戦闘力に問題あるから、うん、俺はゴリラを連れていく。で、ゴリラが一番強いと思ってんだ。うん、はい。僕はやっぱり人間かな。人間、やっぱトラと同じで戦闘力欲しいから。うん、クマ強そうだな。そいつらと一緒に旅するってことだから、いける？クマは無理だと思ったよ。ゴリラはゴリラはいける。クマの怖さ、俺らが一番知ってるでしょ。確かに。クマだ！サラチー！サラチー！やばい！はい、ちょっと行かないとやばくない？クマでしょ、待って待って。ゴリラに出会ったらもっと怖いから。ゴリラがいる。これですね、まあ、続きあるんですよ。続きがあるの、はい、はい、で、その動物たちがある理由で連れて行けなくなりました、はい、その理由は連れて行けなくなった理由、はい、こっちの問題だよね。うん、言語が通用しなかった。その人に他の予定があった、うん、あ、なるほど。自分が食われる可能性があるっていう危険性が出てきた。自ら諦めた。うん、そうだね。先ほど答えていただいた理由、これはですね、あなたが人から嫌われる理由です。あ、てことは俺の場合は、うん、あっちが噛み合わなくて嫌われるっていうでしょ、うん、そうそうそう。で、りっくんは自分が噛み合わなくて嫌われるっていうでしょ、うん、そうそうそう。で、こいつはスケジュールに問題があるってことです。そう、嫌われちゃうんだ。いきますよ、次。はい、じゃじゃん。突然テレビが砂嵐画面のように映らなくなってしまいました。はい、さて、あなたの取った行動は。じゃあ、そらちから。新しいのか。まずその、だから配線を調べる。俺は絶対に、あの、アンテナ線を抜いて刺して、抜いて刺して調べる。あなたの取った行動はですね、突然、恋人に別れを告げられた時のあなたの行動です。いやー、やばい。新しいの買い替えるってやばいだから。俺もなんでだっていう理由を調べるかもしれない。こいつの場合違うよ。抜いて刺したりだから、突然だから始めるこいつは。違う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 、そういうことじゃないぞ。多分そう来るかもしれない、リックの場合。確かに。犯罪です。普通に犯罪です。割とでもアンテナが原因だっていうふうに決めつけちゃう。あ、なるほど、なるほどね。で、次がですね、はい、最後です。彼女が牛丼を食べたいと言っております。あなたなら何円の牛丼を食べさせてあげますか？俺は多分シンプルに牛丼プラス豚汁のセットに、なんかちょっとトッピングぐらいだ。700円とか800円とか。あ、なるほど。600円ぐらいかな。700、800、600。なるほど。一番高い値段の牛丼を食べさせたいと思ったあなたは、今から釣り目にすき家に行って黒毛和牛弁当を買っていく。この動画はですね、いかにそのすき家のあの黒毛和牛弁当を買ってこさせるかっていう心理作戦です、これ。最後のやつは自分で考えました。ここで一番高く言った俺がお前に黒毛和牛弁当を買って、はい、そうそうそう。何の付き合いですか？俺も彼女のような存在だよ。お前の晩飯を誰がおごるかって動画じゃん。動画を使って好き勝手すんなよ。はい、プレートをやろうかな。はい、ということで。はい、ということでね。エイチさん買ってきましたか？買ってきましたよ。あ、すごい。見てください。これあれですよ。1080円。じゃあそれでは、はい、いただきます。どうぞ。あー、なんかすげえやだ。これやべえわ。やばい、これ1000円以上だわ、これ。うまい。食べる？いいの食べて。全然いい。まあじゃあ、せっかくだから。あー。卵ぐらい食べていいじゃん。ちゃんとね。せーの。あー。もう一回チャンスちょうだい。あー、りっくん食べる？一番いらないって思ったやつですよ、絶対に。食べさせてあげる、僕が。なんなんだよ、これ。食うんかい。なんか、くそまじい、これが。